皆さんこんにちは、ようこです。皆さんお元気でしょうか？暑さに負けてませんか？今日も元気にランダムニュースのお時間でございます。ということで、今日はというか今日もですね、アメリカのニュースをご紹介させていただきたいんですけれども、これは、救急用の緊急通報についてです。ちょっと早口言葉みたいだけど、日本では119番、アメリカでは911ってやつですね。これ7月26日のお話のようなんですけれども、アメリカのニューメキシコ州というところで、ハウスパーティーをしていたところですね、17歳の男の子が、車が、道を通りすがりの車かなからの、銃の乱射と思われるものに撃たれてしまって倒れちゃったんですね。で、そこで17歳の女の子、近くにいた女の子が119番じゃなかった911に助けを求めて電話をかけたところですね、なんとそのオペレーターに自分でどうにかしろと言って電話を切られてしまったというお話なんです。911のオペレーターとのやり取りというのは、全て録音されているのは皆さんご存知と思いますけれども、電話を切られる前の様子というのももちろん残っているわけです。で、それが公開されているんですが、それを聞けばですね、そのオペレーターが何度も何度も同じ質問をその女の子にしていることが伺えます。で、なんか今何やってるんだとか、その男の子は息してるのか、息してるのか何回も言われると。で、聞かれ続ける女の子はですね、一方自分が今心肺蘇生をしていて、どうにかその命をつないでいることとかを言ったりですとかするんですけれども、彼女はね、助けを求めて電話をしているのに、なんか何度も何度も同じことを聞かれたら、状況が状況だしね、もう何回同じこと言わせるんだよこの野郎って言って、ちょっと汚い言葉で言っちゃったわけですよ。そしたらその直後にそのオペレーターが、いいかよお嬢さんって、自分で対処しなって、俺はしないから、いいか、分かったか、ガチャンって切られてるんですよ。ひどくないですか？でね、その切る際もその女の子が、ちょっと私の友達が死んじゃうって、こうまだ話してる途中なのに一方的に切られたということなんですね。あまりね、こうやってネタ化してニヤニヤして話をするものではないですけれどね、ちょっと申し訳ないですが、ただちょっとひどすぎてですね、ということで、残念ながらその男の子はですね、亡くなってしまったそうなんです。で、彼を撃った犯人もまだ捕まっていないという話です。ということで、そのオペレーターはでも一応ですね、その手配はしてたんですよ、ちゃんとね、救急隊が来たということで。ただここで興味深いのは、その911のオペレーターが今回そういう失態を犯したということなんですが、別に今回が初めてではなくて、なんかいろいろ問題があるということがですね、なんか記事に書かれていまして、なんかそこにやっぱりアメリカの社会のね、なんか社会的要因があるのかなというのを思わされたわけです、私が。そこでやっぱり日本の場合を考えたくなるということでですね、そこをメインにお話ししたいんですが、皆さん救急車呼んだことありますか？私は実は近年博多駅でぶっ倒れたことがありましてですね、一度だけ呼んだことがあります。出血を伴っていましたので、徐々に視界がこうザーッと暗くなってくるし、耳は耳鳴りがして聞こえなくなってくるので、もうなんか見えない中、一生懸命その3文字をね、119番押して電話したらね、そしたらいつこっちは気を失うかもわからないのに、消防ですか救急ですかから始まりのなんか詳細を事細かに聞かれるんですね、その自分の症状を。でも私が意識朦朧としているからなのか、私が全体像を伝える前に向こうがマニュアル的にね、こう次々と質問をしてくるからなのか、なんかものすごく時間がかかるし、全体像が全然伝わらないし、で誤解されるか、またなんかどんどん聞かれるしっていうことで、やっぱイライラしますね。あれは必要な質問なんだって、しょうがないんだって分かっていても、もう私としてはやっぱ何でもいいから早く来てって、一人でいるわけですし、もう自分の状況もどうなるか分かんないから、何でもいいから早く来てって思うところが、そういう質問攻めに合うとですね、それこそ暴言吐きたくなりました。その上ですね、もう最後は救急車どこにつけましょうかみたいな話までなるから、もういい加減にしてくれと思って、でもそこでちゃんとしないと救急車来てくれないですからねっていうことがあったので、この女の子はそういうね、挑発とも思えるようなオペレーターの話に、よく付き合って頑張ったなと思ったわけです。ということで、私の経験談はさておきですね、日本国内を考える際、やはり気になるのはいたずらの通報ですとか、タクシーの代わりに救急車を呼ぶといった、そういったモラル面だと思う
問ですね。最近ニュースになっていたことがあるのでちょっと挙げますと、7月27日に報道されたものにこのようなものがあります。神奈川県内では26日から27日にかけて少なくとも6つの警察署管内で十数件に上る嘘の水難事故の電話が相次いでいるというものなんですね。でそれから7月1日のニュースにも、例えば仙台市だけでですね、1日の119番通報が180件以上ということが書かれていたりですとか、その通報の中にはたくさんのいたずらとか間違いが含まれているという報道があるわけです。でそこでね、やっぱりそのいたずらとか間違いとか、なんかそのモラル面の問題とかっていうことが続く地域が出てくれば、なんかご紹介したようなね、そのアメリカのようなケースも出てくるのかなと。文化的にこう麻痺しちゃえばね、そういうこともあるんじゃないかなと私は危惧しているんですが、まあ、日本に限ってそんなことはないと、日本はやっぱ違うと思うかもしれませんが、なんだかんだでこう日本の社会の中もこう多様化してますので、どうなのかなと不安を抱えているところなんです。でどうして私が今回このお話を取り上げたかったかと言いますと、やはりまだまだ暑い日が続くと、皆さんもね、山とか海とかプールとか、なんか普段は行かないような危険を伴う場所に行くことが多くなってくるんじゃないかなとか、あとはまあ、それこそ危険を伴うスポーツをしたりですとかね、いう機会も出てくると思います。でその上やっぱ事故とかも相次ぐでしょうから、こう通報が混み合ったりですとか、いたずらとかが増えそうで、なんかいろいろな心配を無駄にしてるんですね。心配してもしょうがないんですけれども、まあそこで皆さんにお聞きしたかったのが、皆さんはね、どうやったら今回のアメリカのようにこうオペレーターがもうおそらく疲れてイライラしたんでしょうけれどもね、ティーネイジャーからそうやって電話かかってくるっていうことに、なんかそういったオペレーターのような事態を日本で生まないためにはどうしたらいいと思いますか？日本ではもうやっぱり対応がちゃんと紙対応がなされるもんでしょうか。なんかたらい回しとかもね、一時期問題になりましたけれども、なんかそういう仕組みですとか、その応対する人たちの心理とか、そういったところ皆さんのお考えをね、伺えたらと思ってこの動画を作りました。私個人としてはですね、この例えばそのいたずらの緊急通報とかをする人には重い罪を貸すとかですね、まあ、だって殺人同等のことをし得るっていうことですからね、とか、あとは義務教育の中でロールプレイをさせる、その呼ぶ際の、ね、119番を押した時のロールプレイをさせて、呼ぶ時にになんかこう大変な思いをそこで勉強させておくんですよ、ね、ずっと質問されますよとか、あとはその応対する側もそのマニュアルを読みながらこうね、質問がいかに大変かというのを知っておくと道徳の勉強になるんじゃないかなと思いますが、まあ、そのぐらいでちゃんとした教育、なんだろう、考え方ができる人たちというのは、まあ、いたずらとかはそもそもしないのかもしれませんけれども、まあ、私が思うのはそんな感じです。それからちょっと似たところで、幼い子供たちをですね、この炎天下の中、めちゃくちゃ暑い中連れ出して、熱中症とかになるかもしれないのに連れ出してデモをする、頭の不自由なお母様方が日本国内にはたくさんいらっしゃるようで、びっくりしますね。ああいったものにも何かこう対処ができたらなというふうに思います。だって子供って、まあね、記事とかにも書いてありますけれども、そう、背が低い分、地上からの熱を受けやすいんですよね。で、ベビーカー乗ってたらもう大変でしょうし、ね、体力もだってないですし、そういった子供たちを連れ出してですよ、戦争反対で戦争で子供を殺すなとか言いながら、お前が殺そうとしてるじゃないかと言いたくなりますよね、本当にね。いやー、まあそういったことも、まあ、夏ならではという感じがしますので、まあ合わせて気になったところです。そういった分もなんかこう仕組み作りが必要なのかなと、ちょっと極めてバカバカしいことではありますけれども、まあ皆さんの考えをですね、その辺も教えていただけたら嬉しいです。ということで、やっぱりこう日本のね、モラルとか仕組みとかっていうのはちゃんとしたいなと、アメリカのニュースを見て思った次第でした。ということで、なんかね、ちょっと最近調子が悪いので、あまり滑舌が良くなくて申し訳ないんですけれども、ご清聴どうもありがとうございました。ということで、またお目にかかります。すべなぎ、いやさか。